皆さんこんにちは、アンキロン TV です。どーんと久しぶりですね。なかなか動画の方が、上げられなくてですね、はい、で今回は2021年ブリードに向けての、資材調達ですね。まあ今こんな感じで今年のね、ブリードに向けての、資材が到着してますよ、来てますよっていうのをちょっと、皆様にお知らせしたいなというふうに思ってます。こちら 16g のプロゼリー、全部で1000個、購入しました。あと、これペアリング用にですね使う 18g のプロゼリーですね、こちらは400個ですね。まあ多分これでなんとか足りるかなという感じではあります。あとまあ、フォーテクさん、今回のフォーテクさんのですねセールで、こう注文したんですけども、これ材ですね、6本、たまによくフォーテクさん使うんですよ。結構いいのはあるんで、ちょっとインターネットで頼ん、セールの方でですね頼んでみたいなと思って頼んでみました。6本、結構良くて、8センチから12センチぐらいですかね、一番太いんで、12センチぐらいのものが入っておりました。すごく、質もですね良くて、本当になんていうんですかな、普通よりもやや、普通よりもやや柔らかめかな、まあ普通からやや、どちらかというと普通に近い感じで、若干柔らかめかなっていう感じで、まあ本当大クワにはちょうどいいかなという感じですね。柔らかすぎるとちょっとねバラバラになっちゃうしまうので、ね、ちょうどいいかなというふうに思ってます。これ本当は今、メジャーでですね12センチぐらいあったんですよっていうのを測ってたんですけどね、なかなか映ってませんでした。こちらサービスで入れてもらった、なんですよね、缶のバッチですね。はい、ね、ありがとうございました。まあそんな感じで、はい、あと別にですね、京都の、材ですね、京都毎年購入させていただいてます、インセクトショップですかね、インセクトショップさんからね、材を全部で24本と21本なんで、ね、43本、だいたい一番細いんで6センチぐらいでしたね。はい、で太いので、まあ、9センチぐらい、まあ、6センチから9センチのものを、全部で、45本か、ね、購入させてもらいました。まあ、毎年使ってるものなんでね。でこちらはこれはなんだっけな、こちらはラッシュさんのねレギュラーマットですね。カブトムシ、クワの、なんていうんですかね、カブト系のマットがすごく有名なんですけど、実はオオクワにも結構適してまして、幼虫のですね最後暴れてしまった禁止で暴れた浮かびん用にと思って、毎年だいたいこう使わせてもらってるんですけど、まあ、これをボトルに詰めて暴れてしまったものの最終ねボトルとして使ってたりっていうこともあります。はい、でこちらは、キノコマット、月夜野さんのキノコマットを、50リットルだったかな、ラッシュさんの方も50リットルですね。ラッシュさんのは小分けタイプで、こちらの、月夜野さんの方も小分けタイプ。昨年からですね、埋め込みマットに使ってます、このキノコマットはね。はい、まあ、そのまま、幼虫が取れれば、そのままね、このマットを、なんていうんですか、プリンカップにそのままね直接入れちゃっても問題ないなっていう感じで、このままのね幼虫もすごく大きくなるマットなんで、安心して使えるかなっていう感じです。はい、ね、毎年去年からかな、去年から、月夜野さんの、マットキノコマットですね、を使わせてもらってます。で先ほど言った通り、去年のブリードの個体幼虫のですね、暴れてたものに関しては最終の浮かびんとしてラッシュさんの方を詰めて、ね、そこに投入して最後浮かさせるっていうのが、数頭いるかなっていう感じではあります。はい、で今回これ外で撮影したんですけども、ちょっと近所にたくさんね人がいて声を出すのがねちょっと恥ずかしくて、後から声を入れてるっていう感じなんですけども、はい、ね、まあそんなところです。はい、あと別の材ですね、これ金大さんの春日部のねアクアペットと、草加の金大さんと桶川の金大さんをはしごしてですね、えりすぐってちょっと買ってきた
材ですね。だいたい太いので10センチから11センチぐらいあるかな。細いのでだいたい7センチ、6センチ、7センチぐらいですね。はい、だいたい8センチから9センチぐらいのものが、ほとんどですかね。だいたい10本ぐらいここに、あります。はい、だ全部で、インセクトさんから、インセクトさんから購入したものと、フォーテクさんから とね、あとこちらを合わせてだいたい、いくつ、5、60本ぐらいですかね。まあそんな感じで、はい。はい、今今年の、昨年のですね、ブリード状況としてはこんな感じですね。今ようやく3本目、交換に入っている個体が多いですね。でもこの辺はもう交換時期を伸ばしているというところが何本か、ありますけども、これは2月に交換したやつですね。まあ、あまり、今回ですね、今年は、ブリードルームでエアコンで管理しながら、全く幼虫が大きくなってないっていうような感じですね。最大で38とかかな、30超えてるのがまあいるにはいるんですけど、20代も結構いるなぁと、20代前半もちょっといますね、結構ね。まあこの辺とかもねだいぶ、下がってきてる感じですね。でまあ、あともう一つ言えるのは、うまく菌糸、同じ菌糸を3本続けてっていうのは、半分ぐらいかな、うまくいってるのは。あとはちょっと、若干菌糸は他の1本目2本、あ、2本目3本目と違う菌糸だったりとかね、いう感じです。はい、ここには、まあ、早期、早めに動かしてしまった個体、まあ、ほとんどね、交換できなくてほっといて浮かしちゃったっていうのがほとんどですね。まあ老化が進んで、虫たちが早く浮かしなきゃっていう感じで浮かしてきた個体のが多い感じですかね。まあ例年に比べると、まあ去年も少ないんですけど今年もちょっと少ないかな。はい、まあある意味ちょっと、温度を今年もちょっと下げてたかなという感じはありますね。ちょっと低かったかな。温度帯が、ちょっとカンタ系が結構多いんで、その辺の温度のね、どうしても、ちょっと怖くてあまり上げられないっていうのが、まあ、私的にのね、気持ちにあってなかなかうまくいかなかったかなとですね。ここの辺はねとね、1月で、もう3本目交換して1月のやつ今、今日から、ちょっと温度下げてます。この辺は ね、まあまだ3本目交換してないのは、まあ、23度ぐらい、2度3度ぐらいですね。はい、ね、まあそんな感じです。で久々の、YouTube なんですけども、まあぼちぼちですね、あまり多くは、配信できないんですけど、まあ、ちょこちょこ、ね、やっていきたいなと思いますね。まあ、この辺に、左側が、3日前に詰めた、調子さんの CS と、こっちはちょうど1週間経った、計算員さんの、感覚ですね。まあそんな感じです。はい、以上アンキロン TV でした。またお会いしましょう。さよなら。